こんにちは、信太郎です。今日はですね、高品質肥料の作り方と使い方解説していきたいなと思います。肥料2種類ありまして、高品質肥料と強化肥料みたいな感じだったかな。今回説明するのは高品質肥料。強化肥料っていうのは作物の育つスピードを上げる肥料で、高品質肥料っていうのは作物のランクを上げる肥料になります。ストーリー進めていくと、ランクの高い野菜や、そうですね、例えば金星の玉ねぎだったりで、金星のビールを作るために金星のホップを作ったりしなくちゃいけない時が来ると思うんですよ。で、その時に NPC から金の種を買えればいいんですけど、もしかしたらその時買えない状況かもしれないので、この作り高品質肥料を使って金星の作物を作っていく方法というのも覚えておいてください。では高品質肥料の作り方解説していきたいと思います。まずは必要なもの、ピート10個とウジが1つで、灰が1つになります。で、まずウジとピートなんですけど、この肥料コンポストというものをまず作ってください。あ、もし、こういう風に作成できる欄がない場合は、テクノロジーなどが開放されてない場合があるんで、もしない場合はテクノロジーを見てください一度。まず肥料コンポストを作って、この左側のやつですね、この草の塊みたいなやつです。で、この中にこの作物廃棄物を入れるんですよ。そうすると今、ピートとウジが6個と2個出てきましたね。入れてしばらく経てば今みたいにピートとウジが出てきます。ピートが10個必要なので、まあ、2回やらなくちゃいけないってことですかね。で、続きまして灰は死体を燃やした後に出てきます。今これ燃やした後ですね。こういう風に出てくるんで、ここでゲットです。で、これで必要なものは揃いました。では、教会の下の錬金術研究所に、研究室でやっていきます。ちょっと複雑なんですけど、まあ、さっき言ったピート10個、ウジ1個、灰1個、これを使っていきます。まずはこちらの手間ぜき、手間ぜきにウジを入れます。そうすることによってこの生命の溶液というものが出てきます。で、こちら錬金術作業台、ステージ1ですね。ここに灰を入れて、先ほど作った生命の溶液を入れます。で、工作、こうすることによって成長強化薬が手に入ります。一度作ったらこのように簡単に作れるようになるんで、簡単にというかいちいち選ばずに作れるようになります。で、こちらの教会の作業台、こちらの高品質肥料1を作ります。ピートと先ほど作った成長強化薬を使います。ここでピート10個と成長強化薬を1つですね。では作っていきます。一気に10個できますね。これで完成となります。では早速この肥料の使い方を解説していきたいと思います。肥料の使い方ですね。まずここの植えるのところに普通は作物を入れると思うんですけど、ここに肥料を使います。そうするとこのように星がついた、看板が立ちます。で、この上から作物を植える。で、これで、肥料を使った作物が植えれたことになります。で、今銀の玉ねぎの種を植えてるんで、作物を収穫するときに一緒に種が出てくるじゃないですか。そこでいくつか、確か銀の玉ねぎを植えたら金の種がいくつか手に入るみたいな感じだったと思います。ちょっと僕ゾンビ農場でもずっとやってたんで、ちょっとそこら辺うろ覚えなんですけど、おそらくそんな感じだったと思います。だから収穫時に金の種が手に入る、で、さらにそれを植えて金の玉ねぎを手に入れるというやり方になっていきます。まあ、ちょっと銅の作物からだったら大変なんですけど、まあ、このような感じで金の作物を作っていくことができます。で、このような感じで金の玉ねぎを作ることができるんで、おそらくストーリー上で確か使ったと思うんで、これで作れるようになります。で、あと、まあ、おそらく金のホップが後々必要になってくると思うんですけど、まあ、もうそれも全く一緒で、このように伝え用の支柱に
肥料を入れる。そうするとこういう風に看板が立つ。でホップの種を入れる。でこれで収穫できるのは銀のホップで、そこから金の種が出てくるんで、それを植えたら金のホップが育つということになります。ちょっとごちゃごちゃになったんで、最後にもう一回だけ必要なものだけ、まとめたいと思います。コーヒー質肥料を作るには必要なもの、ビートを10個、灰を1個、ウジが1個あれば作ることができます。もし高品質な金星の作物などを作れずに困っている方は、ぜひこの方法で高品質な作物を作ってみてください。では動画終わります。